皆さんごきげんよう。今日もポケットモンスターの続きからプレイしていきます。よろしくお願いします。天眼山ですね。はい、天眼山の頂上にいる銀河団を止めようということで、今ここにいますので、左に行って、で上に行くと、ここですね。はい、じゃあ早速左側に行きましょうか。行くぞ行くぞ。はい、ここあれですね、天眼山ですね。天眼山に、いよいよやってまいりましたけれども、ここでロッククライムとかかな、ゴールドスプレーをねいっぱい買ってきました。なんか雑魚敵出ると嫌だなと思って。でここでロッククライムを使うと上に登っていけるのかな。これでいいんだろうか、ちょっとよく分かってないんですけど、こっちかな？満タンの薬。はい。なんかすごい複雑なダンジョンですね。お。穴抜けの紐。お、ちょっとこう上の方まで来たのか。なんか雪っぽいステージにやってきましたよ。これでぐん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 上の方に登っていくということかな？ちょっとここ気になるな。なんかすげえ、あれ、あそこの滝は多分滝登りがないといけないんじゃないかな。あの滝登りっていうね、秘伝技があるんですよ。そのまだ僕は覚えてないんですけど、それを覚えればこの滝をね登っていけることができるということだと思いますね。多分ね、どんどん上に登っていけばいいのかな。よし、いけ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 、ナイス。あれ、あ、金の玉見つけた。ラッキー、適当に連打してたらいけたわ。あ、これいけないんだ、くっそー。なかなか凝ったページを作るじゃないの、任天堂さん。子供向けのゲームかと思いきや、なかなか複雑なんですよ、ダンジョンが。はい、結構作りがしっかりしてるよね。その秘伝技っていうのがないと先に進めないとかさ、めんどくせえ。この距離でもバレないという、それがあのこの銀河団のね、情けなさ。あ、バレた。強いやつに逆らうのはバカのすることだろう。そうだね。皆様お待たせいたしました。ようやく、この山の頂上、天眼山の頂上まで、たどり着きました。このね、ほんと道のりも長いし、銀河団のこの雑魚敵めっちゃいっぱいいるし、だからね、ここを登ろうとする人はね、必ず、ゴールドスプレー持ってきた方がいいと思います。ここでスプレーないとめっちゃめんどくさいと思う。だからね、スプレー持ってきた方がね、ま、あの、身のためだと思いますんでね。はい。皆さん、天眼山登ろうという方は、ぜひ、ゴールドスプレーをお買い求めください。ということで、早速行きましょう。これからすごいことが起きるらしい。邪魔をするなと言っても邪魔をするのだろう。だから我々は二人がかりでお前をやっつけることにする。わかりました。気にしてください。気にしてください、下っ端と下っ端。我々では叶わない。通してやるからこの奥でコテンパンにやられるがいい。通してくれるんですね。なんかすごい荒れてるね。あ、幹部が2人。こういうところちょっと行きたくなっちゃう。なんかすごい神殿みたいになってますね。今すべてが終わり、そしてすべてが始まる。この赤い鎖を使い、異次元の扉を開いてやる。そして私のためにその力を使え。時間を操る神話のポケモン、ディアルガよ。
これで全てが破壊される。全てがなくなり、争いもなくなる。この歪んでく時間、私にしか止められない。これが神王を生み出した神話に残っているポケモン、時間の化身ディアルガ。グッギュグッバー。ああ、今の世界を私が望む究極の世界にするより、新しい世界を作り出す。そして私はその世界での神となる。はい、何を今更逃げるな何を今更逃げるなんてありえないでしょ。だってね、逃げちゃダメなんだって皆さん。どう思う、これどういう状況、これ。大人が3人がかりでね、タカさん中学生ぐらいかな、これ。ウーバーイーツの服着てますけど、そんなに急がないで。ボスと戦いたい気持ちなんとなくわかるけど、先に私が相手させてもらうわ。あなたには今まで散々コケにされてきたしね。その次は私。あなた強いかもしれないけど、私たちも本気出すよ。待てってんだよ。俺がいないのに勝手に面白そうなこと始めるな。うん、誰かと思えば H 子で泣いてた男の子じゃない。ちょっとは強くなったの？いいわ、2対2で戦いましょう。さあ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 。銀河団幹部のマーズとジュピターが勝負を仕掛けてきた。マーズはドーミラーを繰り出した。銀河団ジュピターはドーミラーを繰り出した。ドーミラーとドーミラーです。さあ、ジュン君はゴンベを繰り出しました。タカさんはいつも通りクラゲを出しています。さあ、どうなることでしょうか。ゴンベレベル42ということで、ジュン君泣いてた割にですね、ポケモンの育ちがいまいちですね。おそらくジュン君もここまでゴールドスプレーをたくさん使って登ってきたんでしょうね。それまでに出会って銀河団はどのようにして対峙してきたのでしょうか。そんなことを考えながら、今私、ジュン君と共闘しておりますね。ドーミラーのリフレクター、防御を高めていきます。物理に強くなっています。ゴンベの噛みつく攻撃、ガブ弱い、しかし弱い。私にお任せください、ジュン君。私のポケモン2匹の方がいいですよ、ジュン君。あなたちょっとポケモン出すのやめてください。できれば弱いんだから。効果抜群だ。怪しい光。おっと、ジュン君混乱させられています。大丈夫か、ジュン君。ゴンベは混乱した。怪しい光。ゴンベはすでに混乱しているジュン君集中攻撃、大丈夫なのか。おっと、ジュン君のポケモンが自分で自分の攻撃している。さあ、火炎放射で燃やしてあげましょう。燃えてしまいなさい。ほら、ナイス、効果抜群だ。これなら私一人で戦えばよかったわ。いや、こっちのセリフですよ、本当に。うん、強くなったわね。だけどボスにはかなわない。まあそう、もうどっちもいいですよ。15,288円、やっぱ幹部金持ってんね。でも銀河団の幹部になっても1万円ちょっとしか持ってないんだから、やっぱ給料悪いっすね。え、俺のポケモン強いだろ。うるせえ、ジュン。俺も強くなれるんだよ。とはいえ、今はこれが限界かな。タカ、これ使ってやる。タンタンタタタン。ジュンはタカのポケモンを回復してくれた。おい、タカ、あとは任せるからな。はい。ちゃんと負けを認めてくれるじゃないですか。パッパッパッ。おお、ディアルガ。これは。素晴らしい、美しい、まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ。なんだ？
鎖が崩れなくなってしまった。それになぜ宍道湖のポケモンエムリットがお前のそばに現れる。いや、それよりもだ、銀河が消えただと。ケムさん、あの3匹もう一度捕らえ、赤い鎖を作り出してやる。その前にお前を叩きのめそう。うん、許さんぞ。銀河団のボス赤木が勝負を仕掛けてきた。ドンカラスを繰り出した。ドンカラス、あー、おしゃれおしゃれ、なんかドン小西的な感じの、おしゃれなカラスですね。はい、認めるか神話の力を。従えたのではなく我が物にしたというのに。お前にとって本当の究極とは何だ。本当に光り輝く大切なものを知ってるのか。まあいい、私はいつか必ず神となってみせる。そして究極のものを自分のものとしてやる。すごいね。子供の頃なんかあった？大丈夫？え、ちょっと待って、どこ行ったの？おー、時間の神、ディアルガか。ディアルガが怒っているのか、悲しんでいるのか。ただ私にはタカを待っているように見える。嘘つけ。何を試そうというのか。雪鷹、リアルガと向き合うのだ。そして心の声を聞け、その思いを確かめろ。そうすれば赤い鎖で無理やり呼び出され、力を使わされた。リアルガの暴走も止まる。なんだかそう思えるのだ。はい、タカ君、さっきジュン君に会ったよ。タカ君のこと信じてるって。あいつなら大丈夫だからって。私も同じよ。だからあのポケモンだ、助けて。銀河団に無理やり呼び出され。あんなに苦しんでいるポケモン。こいつ捕まえろってことでいいの？そのマスターボールで捕まえろってことでいいか？スプレーの効果が消えました。続けて使いますか？いや、使いません。ね？スプレー使わないでしょ、これ。この状況で。考えてくださいよ。ウキュクバーババ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 バ、ディアルガが現れた。行っておいで、ペンギン。この神様のプレッシャーをもろともしないペンギン。ペンギンの方がレベルが高い。さあどうする。マスターボールを使うか。マスターボールを使った。ふっふっふっふ、時間の神といえどもマスターボールのこのテクノロジーには、なんて言えばいいでしょうか、なんと言えばいいんでしょうか、テクノロジーにはかなうまい。これでいかがでしょうか。ペンギンはレベル49に上がった。めっちゃ経験値もらえたけど、何にもしてないのに。何にもしてない。マスターボール開発した人がすごいんだよ、これ。ねえ。あの、銀河団のさ、あのおっさんもさ、ねえ、マスターボール私にくれずにさ、こいつに投げりゃよかったんちゃうの？ねえ。どう思います？皆さん。あの、銀河団のボスが私にマスターボールくれたんですよ。ねえ、この前ね。あの、よくここまでたどり着いたって言って、お前には特別これをやろうっつってマスターボールをくれたんですよね。うん。そのマスターボールで私この人を従えてるわけなんですよ。ちょっともうね、よくわかんないんですよね。時間を操る力を持つ神王地方では神様と呼ばれ神話に登場する。うん。時間を操るポケモンでも近代のテクノロジーにはかなわないと、そういうことですかね。残念ながら。リアルガにニックネームをつけますか。つけましょう。なんてつけようかな。まあ、時間を操るポケモン。それでも、時間を操っているにもかかわらず、近代のテクノロジーにはかなわない。なんかそんなね、寂しげな、何かこう寂しげな名前にしたいよね。
憂いにしようか。憂い、名前憂いにします。憂い、憂い、憂いというのは人の感情をね表す言葉ですね。憂い、ちょっとこう何かね悲しいようなそんな言葉ですね。手持ちから交換するポケモン、ちょっとね、わたあめね、ほんとね、戦力外ですね。わたあめいりませんね。憂いを加えましたね。タカ、お前はなんというバカなこと。よくやってくれた。本当によくやってくれた。そうか。これほどドキドキしたことは60年の人生で初めてだ。大した人生送っとらんの、博士。博士ったら、あの後いろいろ調べて。それでタカ君のことすっごい心配して、こんなところまで来たの。すごいね、博士。タカ君無事でよかったね。さ、帰ろうよ。マイペースだね。大型なのかな？大型なのかな？誰の未来も、誰の世界も、何者かによって奪われるものではないのだ。はい。え？それではポケモン図鑑、楽しみにしておるぞ。今までに行ったことのない場所に行けば、出会ったことのないポケモンに出会えるだろう。それにしてもさっきのポケモンすごかったね。神話地方を生み出したってポケモンなのかな？ほんとマイペースだね、君。え、これ終わり？なぎさシティの様子を見に行こう。こっちか。こっちでいいのかな？え、ってことは、ここに空を飛ぶで飛べばいいのか？ノモセシティ。あ、ノモセシティから右に行けばいいのか。ちょっと一回ここ、穴抜けの紐で。はい、ということで皆様、今はね、このノモセシティってとこにいますね。ここですね。で、この後こっちの、なぎさシティというところに向かうみたいです。ここにおそらく最後のポケモンバッジがあるんでしょう。ね、ということで、もう物語も終盤ですね。このね、このなんていうの？ディアルガさん？この人が、この神王地方を作り出した、そんな神様的なね、その神王地方の象徴のポケモンですね。はい。そのポケモンが今この街中に出現したということでね、非常に話題になっているんじゃないでしょうか。なあ、ディアルガ、どう思う？そう思うだろ？でも、彼女は私がディアルガを外に出しているにもかかわらず、ポケモンがレベルアップで技を覚えるまで進化させない育て方もあるんですってっていう、いつもと変わらない日常を送っております。それがこの神王地方。なあ、ディアルガ、お前もそう思うだろ。せっかくなんかさ、みんなにさ、こう、うわ、すごいとか言ってもらえるかなと思いきや、ねえ、なんもない。なんもないわけですよ。これが、まあ、ポケモンのいいところですね。はい、ということで次回は、ノモセシティじゃないや、なんだった？なぎさシティですね。なぎさシティからやっていきたいと思います。じゃあ今日はここまでですね。はい、ということで以上です。またね。